最近は何かを売り込むとき、壊れたラジオのように AI と連呼するのがセオリーとなっていますが、実は AI はまだそこまで万能ではなく、例えばリキャプチャで言っているように、人間が物の定義をしてあげる必要があります。今回はこの AI に絵を教えるクイックドローで AI に絵を教えていこうかと思います。それではやっていきましょうか。まずネジ回しね。オッケー。まあ、こういう感じでネジ回すところがあって、取っ手があって、なんか AI すごいデタラメなこと言ってない？これ、時間ないんだけど、こうやって回すのかな？まあでもこうやってね、絵を描いて AI に推理させていくゲームなんです。で、誰かがお題に沿って描くほど AI が賢くなっていくわけです。まあ、次はキャンプファイヤー。やったことないですけど、まあこんな感じで木をくべて、火が燃えてて、なんか足ついたカルシファみたいになった。あ、でも、正解したみたいです。次は蝶ネクタイね。蝶ネクタイこんな感じでしょ？え？これどう見ても蝶ネクタイだと思うんだけど、ディティールかな？こうやってコナン君書いとけば、まあ蝶ネクタイって速攻でわかると思うんだけど、あ、なんか、誰これ。いや、わかってくんなかったか。間抜けない AI だな。次、アイスキャンディーね。まあ、ガリガリ君みたいなの書けばいいんでしょ？はい。はい、分かってくれた。まあ、絵心はあるんですよね。次は、ハリネズミ。ハリネズミは、まずは、目があって、鼻があって、で、ハリネズミの頭があって、ドラゴンって、アライグマでもドラゴンでもないんだけどな。おかしいな。今のどう見ても、ハリネズミだと思うんだけどな。あんまゲームやんないのかな ?AI って。この蝶ネクタイって、なんでダメだったんだろう。背景にいる謎の人間がダメだったのかな。あとこのハリネズミね。これどう見てもハリネズミだと思うんだけど、おかしいな。次は、足ね。まあ、これで足完成です。同じ。あれ？もう一個足必要かな。あ、ちょっと待って。足、つなげちゃった。なんか、あ、もう、あ、直せねえ。どうすんのこれ。靴ひもかく、あ、いや、この足、いや、なんか、ごめんね、AI。次は、人参。まあ、人参はこうやって、なんかあの、草かいて、蝶ネクタイじゃねえよ。蝶ネクタイさっきもやったろ、もう。次は、うさぎ。まあ、うさぎはこうやって、まあ、耳があって、目があって、なんだこれ。ちょっと、あ、でも、正解した。ああ、さすが。さすが Google の優秀な AI ですよ。これ、うさぎって分かったの謎だな。うさぎ要素ゼロだと思うんだけど、どっちかっていうとなんか舐め口とかに近いんだけどな。次、魚ね。口があって、体があって、ヒレがあって目があると。あ、ほら。やっぱ AI 分かってくれる。完璧ですからね。次はヘビ。口があって、体あって、ほんで目があると。あれ？あれ？え、これ何？これ完全にヘビだと思うんだけどな。なんで分かってくんないんだろう。このヘビ感出すか。卵も回してみるか。ダメだ。え？動物の移動って何？動物の移動、動物の移動って何？とりあえず、動物書いて、ちなみにこれはさっきのハリネズミとはちょっと違いますからね。んで、ま、動物がこうやって移動してる感じを出すと。あ、ダメだ！時間がない この躍動感なら待ってくれる。あ、ダメか。次、オートバイね。まあ、オートバイはこうやって、ハンドルがあって、タイヤあって、運転してる人がいて、なんで分かってくんないの？どうして？ドラゴンじゃないんだけど。オウムね。オウムはまあ、くちばしがあって、顔があって、目がついてて、
体、羽、もう一個体、あ、わかってくれた。ほらね。この動物の移動ってマジで謎だな。これドラゴンに見えてたのか、AI には。ていうか、何？渡り鳥書く必要があったの？渡り鳥の翻訳ミスって動物の移動になってんのかな、これ。これ見て動物の移動ってわかんないってことは、誤訳の可能性高いですね。このオートバイもなんかドラゴンに分類されてんな。なんか、あのキャラクターが乗ってると、ドラゴンになっちゃうのかな？アリね。アリならこの前クーツゲザクトで見たから大丈夫。まずはこの歯があって、で目があって、頭があって、体あって、で一番重要な足がね、たくさん生えてると。なんで分かってくんないの？これどう見てもアリだと思うんだけど。おい、AI！ これアリだったと思うんだけどな。ああ、この体が3つあるのが重要なのかな。いや、でもないのもあるな。なんで分かってくんないんだろう。やっぱな、まだ AI ってバカなんだな。次、信号ね。信号書いて認識されなかったらもう終わってますよ。もうなんか、絵描くのやめなさいって感じだよね。ちょっと待って。これ信号じゃなかったら何？何なの？これ何？なんで分かってくんない？これ信号に見えなかったら何なの？ヤシ、ハンマー、フラミンコ。フラミンコじゃねえよ。あ、こういう感じね。これ海外の信号じゃん。それはね、仕方ない。私の絵が悪いわけじゃないね、これ。うん、どう考えても。あ、ハリネズミ。私、ハリネズミはね、大得意ですから。まず鼻があって、目があって、頭があって、おかしいな。こんなに早く走ってんのにハリネズミって分かってくれないなんて、口が必要なのかな？口つけたらなんかちょっと気持ち悪い。次、腕ね。腕があって、まあ、ポパイのように力こぶがあって、指があって、あれ？なんで分かってくんないの？ AI もなんか言えよ。え？これ、何？何が足りないの？リスって。ああ、ダメだこのゲーム。次、足。足はちょっとトラウマあるんだよな。でも、今度はね、大丈夫。分かってくんないな。でも、ほら、今度はさっきと違ってね、足つなげなかったんで。もう AI なんとか言えよ、マジで。何が描かれているのかわかりません。俺、なんかこのハリネズミ書くと必ずドラゴンになるんだよね。これとかだってほとんどゴジラじゃん。ほとんどゴジラでもハリネズミって認識されてるんだったら、あれもハリネズミでいいと思うんだけどな。次は蚊ね。蚊はこうやって刺すところがあって、体があって、あ、分かってくれた。え、よく分かってくれたね、こんなんで。いや、こんなんでっていうか、まあ、どう見ても蚊ですけどね。AI も、そう言ってるし。ドリルね。ドリルはもう、完璧ですよ、私。グレン・ラガンで見たんで。まあ、こんな感じで、ドリルと。どう見てもドリルでしょ。これ冷蔵庫じゃないでしょ。こんな形の下冷蔵庫があってたまるか。おかしいなあ。ドリルってこういう感じね。ギガドリルにちょっと引っ張られすぎたか。あ、ハリネズミね。私はもうハリネズミと書かせたら天下一ですから。顔があって、目があって、頭があって、で、まあ、なんか、音の速さで走ってると。なんで分かってくんないのかな？これ、どう見てもハリネズミだと思うんだけどな。ネズミね。まあ、ネズミは大得意ですよ。まず、鼻があって、で、目があって、あれ？もう分かった？ちょっと待って、今なんか、ちょっと若干強制的に閉じられなかった？陰謀？次は、カンガルーね。カンガルーは、また顔があって、体があって、ポケットあって、足があって、あ、ダメだ。
このネズミなんかちょっと半分強制的に閉じられた感じするんだけどな。やっぱりなんか協力してない？ディズニーとグーグルで。消しゴムね。消しゴムといえばこんな感じでしょ。物消しゴムの線つけて。あ、分かってくんないかな。消しゴムはやっぱ下向きに使わなくちゃいけないからね。分かってくんねえ。このなんか可能な限り長くした消しカスとかも書いてもダメか。おかしいな。次はタコね。タコの口があって、タコの頭あって、タコの目があって、足があると。え？これタコでしょ？もう足8本見ればタコって一瞬でわかるじゃん。なんで？ああ、次カンガルー。カンガルーね。まずポケットから描いてみようか。ポケット描いて、ほんで足描いて、で、尻尾描いて、手描いて、あ、これ。ダメだ。これ、どう見てもタコだと思うんだけどな。他の人の描いたタコなんてさ、足8本ないじゃん。なんでだろう。何がいけなかったのかな。まあ、ちょっと、アメーバに近いって言われると、アメーバに近いと言えなくもないけど、まあ、このカンガルーにつきましてはね、私もどうかと思います。次は、教会ね。教会は、まずこの十字架があって、そんで、この後どうなんだっけ？わかんねえ。まあ、こんな感じかな？なんか、尖った屋根とかたくさんあった気がするな、教会って。なんか病院が燃えてるみたいな感じになっちゃった。ああ、こういう感じね、教会って。まあ私の書いた教会、ちょっと地獄の一丁目みたいな感じですもんね。サクソフォンってなんだっけ？楽器だと思うんだけどな。ラッパの部分があって、そんで？なんか、え？もう一個くらいラッパついてたっけ？何が描かれているのかわかりません。俺も何が描かれているのかわかんない。あ、サクソフォンってこういう感じね。なんかジャズで使われてるやつか。まあでもなんか、やっぱ無理だね。じゃあ今日のクイックドローの実況はこれぐらいで。面白かったらチャンネル登録お願いします。それじゃあ、また今度。